ご家庭の料理をもっと美味しく、グリルの得意技ご紹介。食パンをグリルで焼くと表面はカリッと香ばしく、中はふっくらしっとり、トースターよりも美味しく焼けます。では早速始めましょう。焼き網の上にアルミ箔を二重にして敷きます。またはグリル用プレートを使います。食パンを乗せグリルで焼きます。パンの厚みが増すとバーナーに近くなるので、食パンの厚みによって焼き時間を調節しましょう。また連続で焼く場合、2回目以降は焼き時間を短く設定しましょう。コロッケや唐揚げ、天ぷらなど揚げ物のお惣菜がグリルでサクサク、ホクッとジューシーに温め直せます。網の中央にコロッケを並べ、グリルで焼きます。唐揚げや天ぷらなどもグリルで美味しく温め直すことができます。電子レンジで温めると衣がベタつきがちですが、グリルなら衣はカリカリサクサク、中はホクホクジューシーな仕上がりに。グリルの直火効果と高温調理で、魚だけでなく肉や野菜、おにぎりも美味しく焼けます。まずは焼き野菜とホイル焼きをご紹介します。ナスとレンコンは1センチ幅、エリンギ、パプリカは縦に切ります。網の中央に並べてグリルで焼きます。野菜の種類や大きさによって焼き時間が異なるため、時間を調節しましょう。アルミ箔に包んで焼けば、蒸し焼き料理も短時間で完成します。旨味がぎゅっと詰まった美味しさを味わえます。野菜の硬さによって焼き時間を調節しましょう。焼きおにぎりの作り方をご紹介します。炊いたご飯をおにぎりにします。高さがあると焦げやすいので、厚みは3センチ程度にしましょう。表面に醤油を塗って網の中央に並べグリルで焼きます。醤油や味噌を塗ると焦げやすいので気をつけましょう。グリルの便利な使い方として、唐揚げやとんかつ、ゆで卵作りをご紹介します。油で揚げずに少量の油をかけてグリルで焼くことでヘルシーに調理できます。それでは唐揚げを作っていきましょう。ポリ袋に鶏肉と市販の唐揚げ粉を入れて絡め、油を加えてよくなじませます。網の上に鶏肉を並べてグリルで焼きます。受け皿に落ちた油は油汚れの食器と同じように中性洗剤で洗い、お湯で流すと簡単に落とせます。完全に冷める前に洗うのがポイントです。とんかつも焼いてみましょう。生姜焼き用の豚肉を2枚重ね、塩、胡椒を振ります。薄力粉、卵をつけ、油を絡めたパン粉をまぶします。アルミ箔を網の上に敷き、とんかつを置いてグリルで焼きます。続いて
ゆで卵を作ります。卵をキッチンペーパーで包んで水で濡らします。アルミ箔で包み、網の上に乗せてグリルで焼きます。そのままグリルの中で約5分間保温します。保温が終われば冷水につけて冷やします。野菜や魚などと一緒にグリルに入れられるので、お弁当や朝ごはん作りにぴったりです。いろいろなグリルの得意技をぜひお試しくださいね。